トヨタのスポーツカーを取り戻したい。ずっとそう思い続けてきました。今までは豪口車両をモータースポーツに活用してきたトヨタから初めて立つ車として開発し、それを豪口に渡すというチャレンジをしてくれたのがこの GR ヤリスでした。プロフェッショナルと一般ドライバーが一緒になってですね、いい車作りをやるチームです。24時間はポールトゥウィンを飾ることができました。次のレースで勝てないところが続いて、その中でエンジンの進化、駆動配分の進化をすることによって勝利することができました。毎戦毎戦、僕らがフィードバックしているものに対していろんな部分を鍛えていただいて、より強く結んでタッグを組んで素晴らしい車に進化していると思います。デビュー戦は2台リタイアということで、ちょっとこの先どうなるのかなっていう、前半戦は自分が下手になったんじゃないかっていうぐらい、やっぱこううまくいかないっていう、その中盤からどんどんこうやっぱエンジニアのおかげで進化してきて、もう最後はもう本当にもう自分の思うがままに動いてくれる、そういう車になりました。走る、壊れる、直す、そして強くなる。自分のミスでですね、クラッシュしてしまったんですね。チームの皆さんだったり森蔵さんがあったかい言葉をかけていただいて、そのレースも現場で直してですね、しっかり完走できて表彰台に乗ることができてよかったなと。まずは一勝したいなっていうことで、全てがいい方向に進んだんじゃないかっていう、壊しても直してくれるっていうのはあったかもわかんないですね。ラリーはメカニックを鍛える、車を鍛える、どんどん進化してきましたね。この全日本ラリー、そして昨年の24時間レーススーパー耐久、この勲章はトヨタのモータースポーツを起点にするもっといい車作りにとって大変必要で、取らざるを得ないステップだったと思います。何台か森蔵バージョンを作ってもらいたいなと思います。そういうバージョンを何でも作ればきっかけになると思うし、ぜひ検討いただきたいというふうに思います。お願いします。開発メンバーがほとんどみんな行ってますし、こっちで試したことがそのままレースの方の車に搭載されたりっていうのもあるので、もう本当同時に開発してたなという印象です。現地でデータロガを解析してすごい早いサイクルでコミュニケーションが続いている感じです。スーパー耐久出てるかのようなフィーリングで普通にサーキット攻めれるので、すごいなと思ってます。僕らが見てる景色はスーパー耐久でサーキットを走ってる景色と同じ景色で走れてるってことなんですよね。今ハンドル切らなきゃいけないのか、ブレーキを踏まなきゃいけないのか、アクセル踏まなきゃいけないか、いわゆるパーソナライズをして進化させてます。僕たち全日本でも自分がこう運転しやすい車を常に作ってる。もうこれは買ってからも進化が止まらない車。トヨタが思ってるレベルっていうところがもっと高くなって、なおかつそれをすぐに現場に落とし込んで車の開発が進んでったっていうのがつながっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。発売までまだまだ開発も止まってないですし、今度またその GRMN で雪をテストしに行くんですけど、もうガンガンぶつけて壊していろんなものを壊して鍛えてもらいます。開発のスタッフたちも、もう納期のギリギリまで開発しようという気持ちでやってくれてるので、僕ドライバーとしても本当の最後の最後までわがまま言っていい車に仕上げたいなと思ってます。この車も全てが続いたストーリーだと車好きとしてワクワクしますし、なんかそれに向かってみんなが頑張ってるところもぜひこう応援期待してほしいなっていうふうに思ってます。